4番のアンドリュー・ジョーンズ。打率は2割1分5厘ですが、ホームランが14本、ペーニャの15本に続いています。三振の数は多いのですが、ただジョーンズは非常によくボールを見るタイプの選手です。呼び込んで打つのも上手いですからね、まあ、そういうのもあって最後まで見れるんでしょうけどね、はい、まあ、ですから昨年から星野監督もジョーンズの状態が悪い時でも、まあ、決して4番は外しませんでした。現在は佐藤義則代行監督、もちろんその意向は受け継いでいます。むしろここは雄大の方が、ね、嫌がってますよね、そうですね、はい、ジョーンズは最近の3試合はノーヒット10打数ヒットもありません。際どいところをつきました。ジョーンズはボールかと思いましたが、今日の球審は山本です。今日初回から低めを取ってんですよね。あ、そうですね、はい、ということはその審判の傾向を素早く見抜くというのが大事なんですね。それ大きいですよ。あ、ですけどやっぱりね、振らざるを得ないから振ってますよね、ジョーンズの方もね。そうですね、ジョーンズは5月31日の広島戦で9回にサヨナラ逆転のスリーランホームランを打ちました。フルカウント、見ました。まあ、どちらかというとメジャーリーガーのパワーヒッターというのはシャニムに振ってくるタイプが多いんですけれども、今のようなケースでもしっかりボールを見ましたジョーンズ。これでジョーンズのフォアボールの数というのは37、パリーグのトップです。